社長のチームD大学。さあ、それではチームD大学行ってみましょう。今日のテーマは、普段サボる人間がなぜ評価されてしまうのか。皆さんは普段サボる人ですか、それとも真面目な人でしょうか。真面目でコツコツ働いてる人ほど真面目って損だなと思う時あるんじゃないでしょうか。例えばですね、普段サボる人がちょっと頑張っただけでめちゃくちゃ評価される場面ってありませんか。不良みたいだな、ヤンキーだなと思った感じ悪い人が道を掃除してるとなったら、あれ実はいい子なんじゃないかなとか、怖いな怖いな怖そうだなと思った人が実は優しいとか、普段全然やる気がなくてですね、もうやりたくありませんって言ってるような人がちょっとやる気を出しただけで、おいいじゃないか、すごいじゃないかみたいな感じでみんなが盛り上がって、みんなで行くぞイエーイみたいなですね、そんな場面って過去何回か見たことありますよね。逆にですね、普段真面目にやってる人、コツ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 もうみんなの掃除とかもちゃんとやるし、いつも資料提出して真面目にコツコツやってる人ほどちょっと失敗すると怒られたりとかですね、全然褒められない、何をやっても当たり前、全然評価されない、みんなから注目してもらえない、真面目な人はバカを見るんじゃないか、そんな風に思う方いらっしゃると思うんですね。じゃあ何ですかと、普段もサボった方がいいんですかと、真面目に掃除しない方がいいんですか、真面目に納期は守らない方がいいんですかと、そんな気持ちになった方向けにですね、今日はなぜサボった人が評価されるのかというメカニズムと、そういう気持ちになったらどう対処すればいいのかということについて解説したいと思います。それでは行ってみましょう。まず普段サボる人が評価される理由というのは、実は前回の動画で説明をした満足度という考え方、これで説明ができるんですね。満足度というのはあるものとあるもののギャップで決まると解説をしました。それは何かというと、期待と現実のギャップでしたよね。期待と現実のギャップ、期待イコール現実であればそれは満足であり、期待を下回ると不満であり、期待を上回ると感動である。この人はこういう人だろうなと、そういう期待を上回ると感動があるわけですね。そして期待を下回ると不満になるということなんですね。普段サボる人というのは周りからの期待値が低いということなんですよね。これは無理だろうな、これやってくれないだろうなと思ったらそれを上回ってくるので、すごいじゃないかっていう感動を生むというですね、そういう満足度、これはもう心理的にどうしても期待が低い人が上回ってくると感動が生まれてしまうというですね、こういうメカニズムなわけですよね。このメカニズムは非常に侮れなくてですね、例えば子供の成長ってどうかっていうとですね、子供に対してできないのが当たり前ですよね。うちにも4歳の息子がいるんですけども、4歳の息子にですね、例えばコンサルティングができるとかビジネスができるとは期待していないですよね。そもそも話ができるとか、こんなことに興味を持ったんだなとか、ちょっとしたことが期待を超えてくるので、子育てって面白いんですよね。期待が低ければ低いほど褒めてあげられやすくなりますし、期待と現実のギャップってのは本当に侮れないですね。これは逆に不幸なこともあって、私の祖母がですね、認知症になって自分のこともわからなくなってボケてしまった後で、うちの家族で一緒に暮らした期間があったんですよね。その時に一番苦しかったのは私の母なんですよ。私の母の実の母である祖母、その祖母がボケてしまって、昔はああだったのに自分の母親に対する期待が高いがために毎日毎日期待を下回ってしまう、だからこれもわからないんだ、これもできないんだ、うんちを漏らしてしまったりですとか、昔はこれができていたのにな、そんな風に期待を下回り続けて非常に苦しんでいた。でもよくよく考えてみると、おばあちゃんのやっていたことと子供がやってることって基本的には一緒なんですよね。うんちを漏らす、言葉がわからないにもかかわらず、期待が高いのか低いかによってものすごい感動にもなったり、ものすごい辛い毎日もなったりする。人間関係において相手に何を期待するのか、そしてそれが超えるのか超えてないのかっていうのは非常に重要なことなんですよね。そうやって考えてみると、普段真面目にしている人たち、この人たちは何を考えるべきなんだろうか、何を学ぶべきなんだろうか、まずですね、期待値を無駄に上げてしまっていないだろうか、この観点で考えるとどうでしょうか。私これやりますよ、そんな風にやることが当たり前にしてしまっていないでしょうか。その一方で期待を下回っているような場面はないでしょうか。真面目にコツコツやる人は相手の期待を考えていない可能性があるんですよね。何をやるかという現実には目を向けていると思うんですけども、上司が何を期待しているのか、周囲の人が何を期待しているのか、これを考えずにコツコツと真面目にやっている、これは非常にもったいないことなんですよね。なので相手が何を期待しているのか、どこをどこまで求めているのか、この期待を把握をして、それを超えようとする、それができれば真面目にコツコツやる人は最強なんですよね。相手の期待を把握して乗り越えていく、その乗り越えていく現実の質はですね、サボる人よりもはるかに高いはずなんですね。この観点で見ると、じゃあサボる人と真面目な人はどっちが得なんでしょうか。グラフで見てみましょう。
サボる人の世界と真面目な人の世界、これを期待と現実のギャップで見るとどうなんでしょうか。サボる人の世界というのはそもそも周囲からの期待は低いですよね。その低い期待に対して実際も現実も低いわけですね。そもそも期待されていないし、その期待に応えてもいない、もともと期待がないから現実もほぼ一緒と、これがサボる人の世界観ですね。で、時々ちょっと頑張ると期待を上回るので、お、なんだと、すごいじゃないかというふうに一瞬の感動はあるんですけども、じゃあ真面目な人の世界はどうかというと、そもそもの期待が高い、それに対して現実が期待をちょっと下回ってしまう、それによって怒られたりとか評価されなかったりするんですけども、この感動とか不満というのは瞬間の話ですよね。その瞬間感動した、その瞬間不満だった。でも冷静に考えてみたら、皆さんはどっちの人と付き合いたいですか？一緒に仕事するなら、一緒に働くならどっちの人の方がいいでしょうか？サボる人の世界というのは期待が低くて、それを超えてくれれば感動はするんですけども、次もやってくれるかなと思うと期待って上がらないですよね。だからずっと期待値の水準は一緒なんですよね。たまたまやってくれた、でも次はきっとやらないだろうな、やっぱりやらなかったというふうにですね、サボる人はサボることが習慣化しているので、期待を超えようという実力が乏しいんですよね。期待慣れてないので、この期待水準が全然上がっていかない。そんな不安定な人と一緒に働きたいと思いますでしょうか。真面目な人の世界では期待を下回ったら皆さん嫌ですよね。真面目な人ほど期待を超えようとするんですね。高いレベルで期待を超えようとする真面目な人ほど期待に敏感になり、それを乗り越えることができれば、期待を超えて高い水準で期待に応える人物になっていく。そうすると何が起こるか、周囲の期待も上がるんですよね。次はこんな未来が待ってるんじゃないか、そんな風に期待も上がるとですね、さらにそれを超えるのは大変になる、そう思うかもしれませんが、長い目で見たら全然違う世界なんですよね。期待を超える癖がついている人はどん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 期待が上がっていく。そうすると周囲ももっと期待していく。それによって自分の価値が飛躍的に上がっていく。皆さんはどっちと一緒に働きたいですか？サボる人間が得しているように見えて、長い人生で見れば大きな損をしているのはサボっている人の方だということ、ご理解いただけましたでしょうか。さあ、推奨ワークということで、今回の話題をどう生かすか3点でお伝えしたいと思います。1つ目、相手の期待を把握しよう。真面目な方も弱点があるとすると、相手の期待に鈍感な場合があるということでしたね。相手が何を期待しているのか、これに敏感になり正しく捉え、そして2つ目、常に相手の期待を超えようとする。愚直にこの2つを繰り返していく。サボってる人がいたらぜひ反面教師にしましょう。羨ましいなどと思っている場合ではありません。数年後に羨ましがられているのはあなただということにぜひ自信を持ってください。まとめということで、この言葉で締めたいと思います。目の前の評価より生涯の評価。サボってる人が評価をされてですね、羨ましいな、その目の前の評価ではなくて、生涯を通して考えたら自分はどういう人でありたいか、どういう人生でありたいか、そこにぜひ目を向けて頑張っていきましょう。皆さんの悩みは一つでも解決することを祈っております。高社長のチームイー大学では、組織へ悩む人を一人でも減らすことをテーマに動画を作っています。よかったらチャンネル登録、高評価ボタンをぜひお願いいたします。コメントもお待ちしています。組織の悩みに対するご相談、お仕事のご依頼はホームページの問い合わせフォームからお待ちしております。それではまたお会いしましょう。